アメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしたハウスマスター、これは好スタート。アイルトトランプ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してハウスマスター花に立ちます。その後ろからはアイルトトランプ、この馬も上がっていく構えです。さらにはアポロドロール、9番アロマピレネー、その後ろスマイルアルデス、どうやら後方からの競馬。それでは先頭からアイルトトランプ先手を取りました。さあ先頭は依然として2番アイルトトランプ、アロマピレネー、ほとんど差がありません。ミスター当時ぐんぐんと差を詰めてくる。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはハウスバスター、ハウスバスター、先頭2番手はアロマピレネー、あと 200m ハウスバスター先頭だ。残り 100m ハウスバスター、先頭2番手はハードマニア、先頭はハウスバスター、1着でゴールイン。ハウスバスター1着、2着にはどうやらハードマニア、立ったのはハウスバスター、見事な勝利です。
ちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スワームダンサー好スタート。ノビタス、この馬も好スタートを切りました。ジェゴエリート前に行きそうです。スワームダンサーそれに続いています。さらにはノビタス、11番ウエストフォーフェイム、その後ろ。では前の方から先手を取ったのはジェゴエリート。では前の方からジェゴエリート先手を取りました。その外にスワームダンサー、ジェネラス、そのうちに続いています。その後ろにソリッドタップ並んで、10番クラウドロバリー、ベタールースンアップ、この馬もこのグループメジロマックイーン、いい位置です。内からはノビタス、その外からレーズサンクス、その隣にロックホッパー、スピークセゾン、すぐ後ろ青の帽子ゾーマ、その後ろ、その外からゲイリーヘブン、並んで11番ウエストフォーフェイム、最高峰にブラスチェスト、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最高峰までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはジェネラス、すぐ隣にスワームダンサー、その横にネタールースンアップ、内からはジェゴエリート、その隣にブラウドロバリー、すぐ後ろにソリッドタップ、さらにはゾーマ、その隣にロックホッパー、メジロマックイーン、後ろから内からはブラスチェスト、その隣にスピークセゾン。さあ先頭はベタールースンアップ、ここで先頭が入れ替わりました。ジェネラス、ベタールースンアップ、2番手に控えました。ジェゴエリート3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はスワームダンサー、スワームダンサー先頭、2番手はジェネラス、先頭を捉えるか、メジロマックイーン、まだ後ろちょっと厳しいか、スワームダンサー先頭、残り 100m、 2頭の叩き合い、ジェネラス追いすがります。スワームダンサー、スワームダンサー1着、2着にはどうやらジェネラス、勝ったのはスワームダンサー、見事な勝利です。本日のメインレースの発走です。スタートしました。綺麗に揃いました。さあ先行争い、ウボエリージェント前に行きそうです。ダブルシェル、それに続いています。さらにはグラストゥモロー、11番ベルシアンマスク、その後ろバイオキルデー、後ろからになりそうです。前に戻りましょう。ウボエリージェント先手を取りました。前はウボエリージェント、2番手はダブルシェル、カワチトリビュート、これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。ウボエリージェント先頭、カワチトリビュート先頭、2番手はウボエリージェント、あと 200m、 カワチトリビュート先頭だ。カワチトリビュート差を広げる。2番手はダブルシェル、カワチトリビュート1着、カワチトリビュート完勝、カワチトリビュート1着、2着はシェイクマシーン、カワチトリビュート見事1番人気に応えました。しかし、なんとか面目を保ちました。